ローラン、アンジェラの原本になった存在について知っているか？いや、本人に聞いたことはない。俺もあえて聞きたくはないし。アンジェラはカルメンという人を模して作ったんだよ。都市を火炎としていた人だ。え、その人類を治療するとかなんとか言って人を集めたカルメン？人との間にいさかいが起こらない世の中を作ろうとしたんだよ。正確には互いに傷つかず互いを理解できる世の中だった。人間が夢を夢見ることのできる世界を夢見たんだよ。されども悲しきかな、カルメンが到達することはできなかったのさ。自分の命を捧げて初めて研究の結果に到達することができたんだよ。それで頭はその隙を逃さなかったってことか。もちろんそれも重要な理由ではあったが、それだけではなかったよ。アンジェラはカルメンの代替罪であった。アンジェラを作って計画を実行した者、私が見守っているものは私のようなものであったな。ただ愛した人の業を背負っただけ。彼には大義なぞなかった。軟弱ながらも誰も理解することのできない人間だったのさ。それゆえ誰よりも理解を渇望したのだろうな。だからアンジェラはカルメンの代替罪をするために作られたのか。軟弱な自分を見守ることを望んだ禁断の試み。矛盾と未練、自己嫌悪と狂気だったよ。そのものとアンジェラは互いを必要としているが、決してそばには置くことのできない矛盾。カルメンに似る必要はないはずであるのに、機械的に複製した未練。だがその結果はカルメンよりかは自分に似た矛盾と未練で転生した自己嫌悪。同時に人間のものと変わりない心を持てるアンジェラを苦痛の中へ捨て置いた狂気。美しいと思わないかい？美しいとか、その人も完全に鬼人中の鬼人だったんだな。誰かにとっては善であった。されどもこの世に善はないんだよ。善とみなされるものがあるのみ。個人は差し出がましく普遍的な判断を下すことはできないんだよ。ああ、誰かにとっては悪だったろうし。人間は常に何かを背負いながら世界を見つめるものだよ。お前もそう変わりないようにな。両親の顔も知らないまま裏路地である老人のもとで育った。そしてその老人すら俺のそばを離れ一人になった。食っていける道を探すため幼い頃からフィクサーの世界に足を踏み入れた。老人が離れる前に教えてくれたものはフィクサーとして生き延びる方法とかだったからだ。自分のためではなく他人のためだけに働いた。そうしてだんだんと忘れていった。俺のためにできることは何だろう。赤裸々な都市の素顔を見ながら思った。足りないものがない人生くらいならいいのか。巣に住めば幸せになるのか。煙の匂いと人の匂いに満ちた時代が終わる頃。うせろ、こいつは俺のもんだよ。ガキのくせして威勢だけはいいな。変な仮面もかぶって。うせろと言った。前を見て生きろ。そんな風に後ろばかり気にして一番大事なものを逃したらどうするんだ。礼は言わないぞ。それは結構なことだ。そしてこいつの首は俺のだ。青二歳が戦争に参加する理由は何だ。首を突っ込むな。どうせ巣の移住権を得たいんだろう。
ジジイもそうなのか。わしは巣の出身だから、すでに巣に住んでいる。じゃあどうして参戦したんだ。本当世間知らずのガキだな。見ろ、アイシャの巣の所属バッジ。教会全体を雇用までしてな。正直わしもどうして戦うのかわからない。この煙のせいで都市がめちゃくちゃにはなったが、何も教えてはくれなかったから、わしらはただ命令された相手を殺すだけだ。それがフィクサーと都市のルールだからな。ガキ、お前が今まで戦争で殺したのは何人だ。23人。お前の命に23人以上の価値があると思うかね。いや、俺も生きるために剣を振り回しただけだ。俺の命は一人分の価値しかないだろうな。どこかのお高い方々はこの煙一つ紙に1万人以上の価値があると考えていたらしい。見ろ、あれが煙の根源だ。本当に醜くてあからさまだな。仮面をつけたまま吐くのか。汚いやつだ。わしまで吐く羽目になっただろ。あれは一体なんだ。慣れた方がいいだろう。都市を動かす得意点は皆こういうものだからな。ああ、この光景を見た以上、記憶消去手順を踏むことになるだろう。それでも嫌な気持ちは消えはしない。なんだって。都市の映画は結局こういうもんだったのか。こんなもんが都市を生きながらえさせるのか。貴重な経験になったろう、ガキ。その日見た煙の根源は思い出せない。それでも都市を増幅させる醜悪な姿は忘れられない。吐き気のする世界そのもの、自分の便利が数多の他人の犠牲の上に立っているということすら知らないのだろう。知りたくないだろう。戦争が終わってから俺は再び都市に溶け込んで、フィクサーの仕事だけをした。多くの人に出会い見送った。そうやって数多くの死境を乗り越えてから、俺の周りに残ったのはチャールズ事務所のフィクサー12人だけ。今すぐ俺の前から消え失せろ。夢見がひどいですね。ちょっと寝てただけだ。なんだよお前。ああ、お前が例の新入りか。この依頼に参加する奴らは全員くたばったの知ってるよな。私の魂が深淵の底をさまよう時にも、苦痛はいつもそばに座り私を守ってくれたゆえ、どうして苦痛を恨むことができましょう。ドライタンチャミ君。くそ。好きな歌の一節です。苦しみを振り払うというよりかは受け入れるようにしてくれるんですよ。どんな施術を受けたらこうなるんだよ。頭潰れるかと思ったよ。私に言わせればあなたもイカれてます。いつも仮面をかぶってて気持ち悪いって聞きました。実力は確からしいですけど、仮面を外さない理由でもあるんですか。聞くな。お互い高い地位のフィクサーだし、線は越えないようにしよう。もう十分分かってるだろう。分かりませんけど。書類見た感じ俺よりも年上なのに、なんで敬語なんだよ。気色悪い。あとお前覚悟しろよ。チャールズ事務所の契約期間が終わる前にさっきの2発はそっくりそのまま返してやる。3発ですよ。は？ 2発殴られたんだけど。うおっ、このイカれたやつめ。アンジェリカと俺は都市の星級の事件を担当することになって初めて出会った。長期任務は特性上必然的に言葉を交えることになる。いっそあの時
沈黙で一貫すべきだったんじゃないか。あまりにも多くの仲間、いや仲間とも言えないくらいの刹那に死んだ者たちへ対する未練のせいかもしれない。どうして俺は心を開いたんだろう。私は外郭出身です。正確にはどこかの翼の実験対象者だったみたいです。実験が終わって外郭に捨てられたわけです。何の実験を受けたかは覚えてないけど、おぞましい感触は振り払うことができないんです。そりゃ本当に気の毒だな。冷淡ですね。ありふれすぎて。まあ確かにありふれた話ですね。じゃああなたはどうですか。その仮面について聞かせてください。仕事に集中しろ。仮面をつけてるのは幼い頃に老人が教えてくれた助言のせいだ。フィクサーの仕事をするときには顔が知られないということが大事だというふうな趣旨だったことを覚えている。しかし仮面を脱ぐことができない。別の理由ができた。どうしても外すことができなかった。この都市の前で堂々といられなくなったから。そうして仮面のうちは切り捨てることのできない俺だけの世界となった。その部屋に連れて行かないでください。ごめんなさい。全部私が悪いんです。だからお兄ちゃんだけは、お願いだからお兄ちゃんだけは。任務中に寝るとか抜けてるな。それに夢見はお前の方がひどくないか。ねえちょっと、これはさすがに痛いって。あと2発だ。しかも痛いからってタメ口か。私ちょっと興奮しましたね。寝てる間に幼い頃のことを思い出したみたいです。前に話したろ、兄がいるってのは初めて聞いたけど。ローランはどうですか。そろそろ話をしてもいい頃合いじゃないですか。俺は煙戦争に参加した。ひどい煙が一時期都市全体を包み込んでましたよね。ああ、あのひどい煙の根源を見てしまったんだ。何が煙だったかは覚えてない。それでも見てはいけないものを見たって気分は消えなかったんだよな。そしてそのおぞましい根源がやらかしてることに俺も加わってるかのような感覚。それはまるで内側から何かが湧き上がってくるような気分だ。数多くの苦痛が都市を回り回ってますよね。もしかしたらあなたがいつも仮面をかぶってる理由も。おい、ここに目標が接近してるぞ。集中しよう。もうすぐこのうんざりな任務も終わるだろうから。俺とアンジェリカが追う相手は血染めの夜、巧妙な方法で裏路地、巣の人を問わずに誘拐した。誘拐された対象はやがて裏路地のどこかで死体で発見される。動く死体で胴体の中には何もない。奴らが一体どのように動いているかわからない。でも奴らは動き続けた。その空っぽになった場所を満たそうとするかのように奴らは新鮮なものを求めた。急に都市の星に指定された理由は巣が直接的な損害を受けたからだろう。ついに奴のねぐらに到着したな。ここに来るまであまりにも多くの人が死にました。お前と俺はしぶとく生き残ったけどな。運がいいんでしょうか、悪いんでしょうか。見ろよ、一体何人分だよ。ざっと3000人くらいはありそうだな。正確には4172人の寝床だ。ここまで来たのを見るに私を捕まえようと結構苦労したみたいだね。そうだ、少なくとも2年はかかった。ぶら下がっている糸は全部人間の血管でしょうね。人間を無差別に誘拐して
全ての血管を奪っていったんだ。やっぱり俺たちが相手してたのは血管の抜けた側だったな。残念ながら本質は意志すらない、粗雑な肉の塊だけどね。私が望む姿ではなかったし、もうちょっと美しい血の巡る子が欲しかったんだけど。あなたの感想はどうであれ、これで終わりです。今日都市の星が一つ沈むことになるから。すごくしぶといですね。もうそろそろだ。背中がガラッケ。余計なことを。はあ、甘いな、この畜生が。私はこのまま消えたりしない。いつかまた夜を引き連れてきてやる。黙ってくたばれ。人々は必死で他人の苦痛には関心を示さないようにする。乾いた慰めだけ。本気でその苦痛を知りたがろうとはしない。でもアンジェリカは俺の持つ苦痛について知りたかった。俺が背負っている苦痛は抽象的で巨大だ。果たして君は分かってくれるだろうか。おい、アンジェリカ、俺の声聞こえるか。何時は貧しい私の心の火鉢のそばから決して離れない人と似ている。ついに終わりました。お疲れ様です。しっかりしろ。おい、このまま死んだりするなよ。俺のせいでお前が死ぬとか。目を閉じるな。しっかりしろ。バカ野郎、勝手に殺すな。え、疲れてちょっと休もうと思ったらあんたにぶたれて死ぬかと思ったよ。よかった。本当に良かったって思ってるんですか？顔が見えないとわからないですよ。仮面をつけてるのは俺の顔を見せたくないからだ。都市のひどいことに加担してるせいで堂々としていられないんだ。俺のいびつな顔を見せたくなくて、誰にも見せる自信がなくて。俺もたまに考えたりはするんだ。単純に仕事って口実で、教会と事務所の命令って理由だけで、こんなにたくさんの人を殺したのなら俺たちも同じじゃないのかって。いつか都市で死んでも何の不平不満も言えないだろうな。だから怖いんだ。確実に問題ありげな顔ですね。それでも心配はしてくれたみたいですね。多めに見てあげましょうか。ああ、すごく顔痛いんだけど。どうしてあなたが都市の問題を全て抱えようとしているのかわかりません。それはそれで、これはこれじゃないですか。それはそれで、これはこれか。ああ、それが都市だろうな。俺の世界を破って入ってきた人、そうして俺の世界になった人がいた。仮面なしにも都市の苦痛から目を背けることができるようにしてくれた。きっと君はいい人かもしれないけど、賢明な人ではないだろう。俺が背負っている苦痛を聞いてくれた。そして背を向ける方法を教えてくれた。君は俺の苦痛を受け入れたと言ったが、受け入れるふりをしただけだった。私の苦痛よ、汝はこの上なく愛する恋人より優しい。夢は楽しかったか。俺は深い場所で終末を奏でる人のうちの一人に過ぎぬゆえ。おいでごらんなさい。Thank you.
私は知っている。私が死に着く日にも汝は私の心の奥深くに入り、私と共に生前と横たわらんこと。俺は怖い。俺が最後にどんな決定をするのか。お前が見守ってきた者がどれだけすごい奴かは知らないけど、俺はどんな奴でもない。結局俺も歯に錆のついた歯車だろうな。醜い世界に加担するだけの汚い奴だったんだ。だから怖いんだ。都市は都市のまま、人間は人間のまま、私たちは私たちのまま、見えるものだけを見つめてごらん。いかなるものも転化しないままな。それはそれで、これはこれって風に背を向けてきたものがたくさんあるんだ。そんな逃避は見事に俺と俺の妻へ跳ね返ってきた。同じだ。こんな状況になったのは誰のせいでもない。俺にも責任があるんだろう。都市を傍観した対価を支払ってるんだ。そうかもしれないな。でも傍観しなかったからってこの巨大な反復を止めることはできるんだろうか。全ては反復するんだよ。一度の連鎖が切れたとしても、今ここの全ての司書が反復しているように、されども連鎖が一度でも断ち切れたということが重要だ。一度の断ち切り。話すべきことはここまでだね。しばしば茶でも飲みにおいで。虐待もない話でもしようじゃないか。